どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回埼玉県蕨市にやってきました。私今回挑戦するお店がですね、塚越ラーメンというラーメン屋さんなんですけれども、このねお店の中で人気メニューのカラカララーメンというものに今回ちょっと紹介させていただければなと思います。今回もねこの辛さレベルが分かれておりまして、一応ねなんか初見さんに関しては5辛まではまあ食べられるらしいんですけども、それ以降はちょっとダメですよと一応お断りさせていただいているんですけども、私ねこういう激辛ジョニーという名前でやらさせていただいてますが、今回ね特別に10からやらさせていただきます。頑張っていきたいかなと思います。それでいきましょう、レッツゴー。埼玉県蕨市にある塚越ラーメン。豚骨魚介ベースのダブルスープを使用した基本のラーメンはもちろん、さまざまな種類のラーメンが味わえるお店だ。その中でも人気なのが、店主がとっても美味しい唐辛子と自負する唐辛子を使用したカラカララーメン。今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。まずは麺を茹で始めます。その間に鶏豚骨スープを用意し、チャーシューをフライパンで炒めます。続いてもやしをチャーシューと一緒に炒め、店主が美味しい唐辛子と自負する一味唐辛子を10杯投入します。先ほどのスープを合わせグツグツ熱していきます。トッピングに使うチャーシューはタレを吹きかけ丁寧に焼いていきます。茹で上がった麺を丼へ。まんべんなく火を通したスープを麺と合わせ、ワンタン、卵、ネギ、チャーシューをトッピングしたら完成。塚越ラーメン激辛メニューのカラカララーメン10辛のお目見えだ。はい、というわけでこちらが来ました。カラカララーメン10辛で、これチャーシューと卵、チャーシュー、ネギ、ワンタントッピングということでね、見た目もいかにも辛そうなんでね、ちょっと頑張っていきましょう。いただきます。さあカラカララーメン、じゃあちょっとまずスープからいきましょう。いただきます。ビジュアル的にめっちゃ辛そうですけど、香ばしいね。うま辛、美味しいな。フライパンでね、もやしとかお肉とかスープも全部これ仕上げてたんで、香ばしい、うまい。結構見た目真っ赤っかですけど、美味しく食べられる辛さですこれ。
ープのみということで、ごちそうさまでした。いやー美味しかった。久しぶりにこんなうま辛なラーメン食べましたね。これ好きですね、個人的に結構好きです。ガーンとこう来るような辛さはないんですけども、うま辛オブうま辛ということで、フライパンでこう炒めてたんでね、こう香りが香ばしくて、その辺も僕の好みかなと思いました。はい。それでは辛さレブの発表していきましょう。塚越ラーメンさんの、辛辛ラーメン10辛辛さレブ、じゃららじゃん、辛さレベル5でーす。5になりました。はい、うまさレベルはね、もうマックスに近い、まあ9とか。すごい。うん。はい、というわけでね、今回やってきましたけれども、今日も行きましょうか。お便りコーナーということでね、よくわからないコメントが来てるんで、ちょっと紹介していきたいかなと思います。ペンネーム肉球さん。ジョニーさんはいつまで日本に滞在する予定ですかと。観光で日本来てるわけじゃないから。ね、日本在住ですからね。2つ目、ペンネームゆうじかわいさん。たかしくん、激辛料理ばっか食べて、母ちゃんの料理も食べなさい。でも美味しい食べるね。よしよし。たかしくんって誰？